可愛いギャルの子がいる。何見てんの。あ、すいません、すいません。今変なこと考えてたよね。マジ変なこと考えてたよね。VAMBI どうも、まゆんです。はい、ということでね、早速今日も撮っていきたいんですけども、はい、やっぱりみんなのイメージってゆんちゃんといえばこうやっぱ清楚系ってイメージであるでしょ。まあ自分で言うのも気まずいかもしんないからまあ俺が説明すると、はい、なんかやっぱりそのギャルと言われるジャンルと清楚系と言われるジャンルがあるじゃないですか。で、どちらかといえばやっぱゆんちゃんってこう服装とかも含めて全体的にこう清楚寄りなんですよ。だから今日はメイクはただわかんないだけだけど、ね、メイクも薄いしね。そう、だから今日はがっつりメイクしてゆんちゃんをギャルにしたいと思います。そう、新しい自分に出会って、もしこれが良くて反響があったらもうギャルで言ってください。これはギャルの視聴者なら作ってことですから、反響が多いってことは。見た目ギャルでこれ。そうそうそう、見た目ギャル、見た目ギャルで頭はお花畑。それでいきましょう。ってことで早速やっていこう。ということで、こちらギャルメイクセット買ってきたわよ。ありがとう。あ、もう任せて。名前は？はい、名前はキャンディーをよろしくね。キャンディーちゃん、キャンディーよろしく。よろしくお願いします。あんたほんと顔丸いね。今日シュッとさせてあげるからちょっとお待ち。お願いします。ほんと、もうかまととぶっちゃって。かまととって何？わかんない、わかんない。なんか聞いたことあるんだよね。言ってみたんだ。まあいいわ、ちょっとあなた、はい、こっちも来なさい。はい、ということで早速、始めるわよ。はい、お願いします。キャンディーちゃんはしゃくれてるんですか？そう、名字は城之内。城之内キャンディーです。強烈すぎでしょ。で、まずはファンデーションしていくわ。こちらミシャのモイスチャーファンデーション。あ、ミシャ。こちらでお顔を白くしていくわ。あんたちょっとグロいもんね。大丈夫ですか？顔だけ白くならないですか？大丈夫よ、あんた。耳かけなさいよ、髪の毛邪魔よ、はい。空気読めない女ね、あんた。空気読めないと男にモテないわよ、あんた。気使えないと。世の中はね、キャバクラと一緒なの。気使える子がモテますよ、つって。ポンポンが強いんですけど。あ、ごめんなさい、私男なの。心だけ女？そう、そういうのなんていうか知ってる？おね。違うわよ。男の娘と書いて男の子。わかる？うん、おねだろ。おねなんて言い方もう古いの、あなた。ちょっともう昭和？昭和でしょ、あんた。オッケー。あれだよ。オッケー。ちょっとね、テキーラで喉焼けちゃってんの。ごめんね。ごめんね、ごめんね。全然全然、お構いなく。もうクラブでね、20年働いてるとこうなるの。クラブ勤務だったんだ。クラブ勤務よ。顔白くない？大丈夫？大丈夫よ、あなた。うん、諦めないで。諦めないでね。ありがとう、生きる希望を持ちました。そしたらね、こちらチャコットでね、顔にパウダーしていくのね、うん、これテカリ気になるからパウダーしていくからね。はい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 、ポン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 って、テイテイテイってね、テイテイテイって、テイテイテイってで、こう首もなじませてあげましょうねっつって。あら、綺麗ね、この子ね、肌すごい綺麗なのね。だからそんな厚化粧しなくていいのよね。やっぱお肌のあれを隠そうとすると厚化粧になってまたニキビあれできちゃって、こう悪循環になっちゃうの、うん、だから肌荒れしてる時こそメイクが薄く。わかった、わかったね。次はね、この子眉毛ね、多分剃るの失敗して眉毛全然ないからね、眉毛描いていくわ。これでも生えてきたんだよ。黙り黙り。はい、すいません。やっぱギャルってあの顔きついでしょ。だから眉頭をね、こう寄せるの、寄せてあげるの。そうするとね、あの顔がきつくなってね、性格悪そうに見えるから。それが狙いなのよ。やっぱギャルっていうのはこう一人で生きてるたくましさみたいな、そういうの出せていけたらね、いいなと思ってるの、お姉さんね。なるほど、ギャルがみんな性格悪いわけではないんですよ。当たり前じゃない。あんたそんなこと言ってないでしょ。私に敵作ろうとしてるんでしょ。あんたいい加減にしなさい。敵作らないために一応言っといたの。いい加減にしなさい。ギャルはたくましく生きてるの。わかる、はい、ギャルは入れ墨とか入れちゃってプール行けなくなってんの。それでもたくましく生きてんの、わかる？すいませんね、銭湯も入れないの、わかる？そしたらヘビーローテーション使っていきます。マス、マスメディア。まあまあまあ、なんで洗ったんですか？いいんじゃない。続いて眉マスカラ、これで立体感を出していきます。じゃ続いて鼻を高くするためにノーズもこれついでにやっちゃえばね。はい、やっぱシュッとした鼻がギャルの三種の神器って言われてるからね。パッチリお目目、シュッとした鼻筋、ぷっくり唇、これがギャルの三大原則って話。じゃあなんでそれに気づかなかったのってこと。
ハイライトでさらにお鼻のね、てっぺんを高く見せるっていう話。 T ゾーンもで、顎もちょっとしゃくれに見えるようにこう長くする。美人っていうのはちょっと顎出てんの分かる？美人は全員城之内なのね。そしてこのね、丸顔をね、削るのシェーディングで。すごい塗りますね。あなた人の5倍は塗んだけど丸いからこうなったんじゃない？本当に。続いてコンシーラー。ちょっとね、この子ね、お目目の下のクマが気になるから消しちゃうわね。今コンシーラー黙んな。鼻の穴でかくなった。メイクは恋愛と同じ、順序なんて関係ないの順序ないですか、キャンディーちゃんは。ないわよ。ギャルの終着点はもうできちゃったコンって決まってるけどねこちらスポーツファンデーション、資生堂の。これすごいいいからね。続いてアイメイクやっていくわ。みんな大好き美声のシリーズ。ポイントは一番濃いね、こちらのシャドウをくの字に入れること。オッケー。続いてぷっくり涙袋を作っていくわ。うるうるお目目でギャルを落とすの。ギャルを？ギャルを。ギャルを落とすの？そう、ギャルはね、ぷっくりしてるとこしか見てないの。お胸とか涙袋とかお尻とか。お尻とか。こちらポイントなんだけど、この白、一番白いやつをね、くの字に入れるの、この目頭に。続いてケイトのダブルライナーでね、影を描いていきます。描いたらぼかしていくわ。続いてアイラインでね、このお目目を猫目にしていくわ。こうピンって、端っこピンっつって、ピンって。すごいいつもの3倍跳ねてるわね。マスカラでこの天井までね、伸ばしていくわよまつげっていうのはね、天を向いてなきゃダメなの、わかる？すごい、うわ、すんごい、すごい長さよ、あんた。オッケー。そして最後に、つけまね、つけま。ちょっと下まつげ買うの忘れちゃったから、こちら上まつげだけつけていくわね。あっ、のりも忘れたやだ。うち、あっ、でものりあったわ。あるの？のり、のりあったわ、のり。ねえ、絶対違うよ違うじゃん。だからあなた、これお米でできてるのりだから、大丈夫、大丈夫、大丈夫大丈夫ですか？大丈夫。あなた、私たちもう一回顔に塗ってるじゃない。最後にチークとリップで顔をあからめたら、はい、ということで完成したギャルゆっちゃんまで3、2、1、ドン。髪の毛じゃん、髪の毛じゃん。ほら見てください皆さん、ゆっちゃんが生き方をね、別の生き方をしてたら確実にこのギャルになってましたよ。ほんもうガチギャルじゃない？なんならちょっと海行って焼いてきた瞬間があるよね生きてる、生きてる、ジグロが生きてるよ。そう、あ、めっちゃギャル、めっちゃギャル。あ、かわいいギャルの子がいる。何見てんの？あ、すいません、すいません。今変なこと考えてたよね。マジ変なこと考えてたよね。マジキモいんだけど。あ、すごいギャル。なんかもうクラブのビップ席に座ってる感じするもん。マジでどっかでワンチャンその友達とかに影響されてグレてたら、グレてたら本当にこうなってたよ。で、若干ちょっとギャルっぽい性格というか、それちょっと話してみて、それで。ちょ、マジ合コン行ったらマジブスしかいなくてもう旦那へ下げぽよやばい、本家だ本家じゃない、本家だ、本家ではない。これ昔そうだったでしょ。え、中高生これだったでしょ。初めて、初めてやった、ほんとに。マジ？ということで、ね、まあ、ゆんちゃんが大変身したなと思った方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。マジよし、ギャルメイク意外と似合ってんじゃんって思った方はマジ高評価とグッドボタン、チャンネル登録とコメントよろしくあげぽよあげぽよってことで、また会いましょう。またな。じゃあ今日からバイアンちゃんこの絵面でお送りいたします。ギャルちゃんでいく？ギャルちゃん家マンジーでいく？